先日ローテ予想をしましたが、ちょっと外しすぎたので再配信です。今日は中止も予想されていますが、開催されるなら森下選手、2戦目はアドア選手、3戦目に床田選手だそうで、金曜からは大瀬良選手、栗選手、玉村選手みたいです。アドア選手を木曜日予想しておる人も多かったがの、水曜日で行くんじゃな。情報によるとやっぱり巨人戦を意識したローテ再編成みたいだね。来週の巨人3連戦は森下選手、アドア選手、床田選手で臨み、翌週スライドすれば床田選手が再び巨人戦、そういったことも意識してそうだね。前予想は外れるものじゃがの。とはいえ雨で中止になった場合のローテも気になるところ、今日中止になれば森下選手スライドで木曜日は床田選手のまま、アドア選手は巨人戦の頭に回ることになるのかな。何にしても目の前の一戦一戦も落とせない。まずは今週しっかり勝ち切りたいかな。ということで、対巨人ローテ編成のお話でした。